鈴木乙一郎は、日本の政治家。1987年から2003年まで旧、栃木市長を務めた、栃木市名誉市民。1924年3月、栃木県下津賀郡と与田村太宅の農家の長男として生まれる。小学校を卒業した1937年、東京浅草の浅問屋に修行に行く。鈴木が語ったところによると、 修行先の朝問屋は厳しい家だったというが、この修行時代に培ったマナーや人脈は後に事業を起こした際に役立ったという。また、当時、将来に備えて野学にも通っており、睡眠時間に3時間、休みは月1日のみの生活が続いたという。百四十一年、徴用の知らせを受け、愛知県豊川の火薬工場に配属されたが、同年十二月に、 海戦の知らせを聞き、軍への入隊を志願。その後、航空隊の試験を受け東京立川の航空隊に入隊した。終戦後、実家に戻る。父から農業を継ぐように言われたが、栃木市で朝ド屋を開業し、26歳で栃木商工会議所の議員に就任。この頃、ド屋の多かった栃木市は、税金が非常に高く、鈴木は会議所の先輩から、 大倉大臣と交渉することを頼まれ、当時、大倉大臣だった池田隼人の自宅に行くと、爆犯が出てきたという。驚いた鈴木に池田の夫人は、警察の監視により米が入手できないことを説明すると、後日、鈴木は米を朝の袋に入れて池田の自宅に運んだという。その後、池田と大蔵政務次官の愛知喜一と国税庁長官の高橋守に、 栃木商工会議所で講演してもらうことができた。講演の中で商工会議所の会員から税金が高いのを何とかしてほしいという意見が続出し、しばらくして税金が安くなったことを鈴木は10回している。1955年4月、業界の後押しにより栃木市議会議員選挙に立候補し初当選を果たす。当時は人前で話すことが苦手で、 立候補は嫌だったと鈴木は述べている。1959年4月、栃木県議会議員選挙に立候補した。当時、法務大臣だった愛知基一が鈴木の応援演説に訪れ、新聞は鈴木の当選確実を報じた。ところが、わずか100票足りず落選してしまう。浪人中は栃木市の監査委員を務め、1963年4月の 県議会議員選挙で初当選した。以後、1987年まで県議会議員を連続6期務めた。県議会では自民党会派に所属した。県議会議員に就任してからは自民党県連の政調会長や幹事長などを歴任。1973年10月から1975年4月まで県議会副議長を 1977年6月から1978年9月まで県議会議長を務めた。1979年の第35回衆議院議員総選挙では、前回の総選挙で旧都知事2区から立候補し落選していた小平久男から後継者として指名された。その後、大平正義首相から電話があり、自民党本部からも立候補を要請された。しかし、 当時、健康状態が悪化していた、船田譲る知事を助けるため総選挙への立候補自体を決断したと鈴木は語っている。1987年4月26日の栃木市長選挙で市長に初当選。以後、2003年4月29日まで市長を4期、務める。在任中には栃木駅の高架化に着手し、 市長退任の直前の2003年4月4日には、両毛線の駅の高架化が実現している。また、市長就任以前から、道路整備にも取り組んでおり、2011年3月に、北関東自動車道が全線開通したことを、官無料と述べている。2004年には、朝日中受賞を受賞している。2012年1月3日午前3時47分、 急性心筋梗塞のため市内の病院で死去した。下付新聞の連載企画、私の生きた国の取材を同年1月6日に受ける予定であったが、これを受けることなく、この世を去った。このため、12回の予定であった、私の生きた国の鈴木の連載は11回目で、終了することとなった。87歳坊津、14位を送られた。ありがとうございます。